電子工作の部屋、ステッピングモーター制御テスト、その1。2022年3月、マイコンによるステッピングモーターの制御に挑戦していきます。最初は、右も左もわからないので、安価なキットを入手して動作を理解するところから始めてみます。今回購入したキットは、磁石 CNC を作るためのもので、アルデュイーノ、ウーノ互換機と CNC シールドバージョン 3.0、A4988 モータードライバー、4401ステッピングモーターがセットになっています。説明書等は一切含まれていないので、自力で調べる必要がありますが、ネット上に関連情報が溢れているので、それほど苦労はしません。主要パーツのデータシートは探せば出てくるので、入手しておきます。GRBL などのオープンソースの制御ソフトを書き込めば、モーターを簡単に制御できます。こちらがテストを行っている状態です。とりあえず、Z 軸用だけを使ってワンモーターのみを制御します。CNC シールドを外すと、ウーノ互換機が現れます。シールドを元に戻します。モータードライバーの下に、ジャンパーピンが3つ隠れていますが、これはマイクロステップを有効にするためのピンで、3つともショートすると16分の1ステップでより細かく制御できるようになります。ジャンパーは付属していなかったので、古いハードディスクから1個抜いて使用しています。 GRBL はちょっと古い 0.8C を書き込みました。通信スピードのみ 9600bps から 115200bps に変更しましたが、それ以外はデフォルトのままです。GRBL コントローラーという PC 用のソフトを用いて動作確認しています。ステッピング用のパルスを簡易オシロスコープで確認しています。モーター用電源は安定化電源から 12V を供給しています。フュージョン360でモーターを固定するステーと駆動用のギアをモデリングしました。これはカメラレンズのフォーカスをモータードライブするための試作品です。カメラ用のケージに固定して使用する想定です。ここに減速とトルクアップを目的としたギアを組み合わせます。モジュールは 0.8 で作成しています。減速比はとりあえずステーに収まるサイズから決めました。こちらが 3D プリンターで印刷したものを組み立てたものです。ベアリングは手持ちのものを使いました。ちなみに右側のベアリングは 3D プリンターのローラーパーツを流用しています。こんな感じで比較的綺麗に回っているかなと思います。GRBL コントローラーでの操作です。現状モーター位置を固定するために電流を流し続ける設定にしています。
停止時で約 0.2A の電流が流れ続けます。アイドリング状態に移行する設定に変更すると、モーター動作後に電流がカットされます。それでは、ケージに組み込んで、実際にフォーカスリングを駆動してみます。手動のフォローフォーカスを取り外します。ケージに挟み込むようにして装着します。ギアの噛み合わせを調整して、手で軽く回ることを確認します。位置が決まったら、ボルトで固定します。あとはケーブルをつないで準備完了です。まず手で回してフォーカスの限界位置まで移動しておきます。移動量を小さくして様子を見ます。現在の設定は 1mm あたり500ステップに設定しています。この値を大きくすると、指定距離に対して発生するステップ数が増えます。アイドル移行時間を255に設定すると、モーター停止後に回転をロックするように電流が流れ続けます。今は電流が流れていないので、手で簡単に回すことができますが、この後にモーターを動作させると、停止後には手では回せなくなります。アイドル移行時間を小さい値に変更します。あと、加速度のパラメータを変更すると、停止から回転、回転から停止までの時間が変わります。試しに、加速度を半分の値にしてみました。モーターの回り始めと終わりがゆっくりになります。
とりあえず初期の値に戻しておきます。拡大してみます。バックラッシュがあるので逆回転させると一瞬回転が伝わらない時間があります。さらに拡大。カメラの位置を微調整して遊びをできるだけ少なくします。 1mm ステージ500ステップの動き。0.1mm ステージ50ステップの動き。0.01mm ステージ5ステップの動き。ほとんど動いているかどうかわからないですが、非常に微細な動きもできているようです。最後に10ミリステージ5000ステップの動き。続く。